寺村氏は日本の氏族の一つ、宇田源氏佐々木氏の所流。家紋は佐々木氏の代表家紋である平四つ目欠から派生した丸に墨立四つ目欠などを使用。大見国家門軍寺村の領主であったことから寺村の姓を名乗るようになり、室町時代には大見国の守護大名となった六角氏に仕えたとされる。六角氏の家臣の多くは黒人領主であり、 悲観化されていたとはいえ独立性が高かった。1563年に六角氏の大江騒動が起こると、六角氏本家だけではなく、南大海の国人連合の結束と勢力の衰退につながり、さらに六角氏が観音事情の戦いで、織田信長の上落軍に敗れると、寺村氏一族は浅井長政に仕えるもの橋場秀吉に仕えるもの 山内和豊に使える者、鴨毛宇治里に使える者、鴨毛郡小野村に居住する者などに分かれた。寺村小八郎は浅井長政に仕え、1570年に姉川の戦いに従軍し、以後1573年まで4年に渡り小谷城に詰めた。最後まで浅井系の中誠を変えない者たちに長政は感情を与えたが、有名なのが、 寺村小八郎に与えたもので、ここ四、五年骨身をしまぬお働き中節これに勝る、ものなく、ことに、今度の老上は誠に神妙に存じこう。いよいよこの上とも御本奏が、大切、心底より望むところ確かにと申し付けこうがある。寺村森久は、ガモ寺里に仕え、天正年間には、大見国の寺村城に居城した。ガモ寺里の伊勢、 合図への違法に従い、河西大崎一騎の平定にあたっては、宇宙里本体の三段目を任された。六角氏の滅亡後に、寺村幸隆と、その子、寺村則幸は病身であることから武士を捨てて、小野村に移り、本陣役を務めるようになった。寺村則幸には二人の兄弟があり、共に、長浜城主であった、山内和豊に仕え、後に、とさえ入った。 沢山城の落城後は、小野塾は廃止され、1603年、中仙道の整備に伴って、小野村から鳥居本に宿場が移った時、小野塾で本陣役を務めていた。寺村昌衛は鳥居本に移り、引き続き鳥居本塾でも本陣役を務めた。寺村則之から数えて10代目の寺村義高の時に、本陣は廃止となった。 本人寺村家の家紋は五段はしごであるが、公用日本門小学によれば、土佐山内市家臣寺村氏が、はしごを用意して、天正十八年三中城に乗り込んだ武功を記念するために用意したのが、はしご門の歴史上の登場とされている。高知県立図書館北区、五次中先祖書継図帳の寺村虎太郎家の項目には、先祖、寺村相模守、本国、 大見とあり、寺村相模守に関して、甲州助は山十人に手候、同国坂田郡の内北方村の小村、寺村をもって、名字を、愛とない騒大谷本願自門関の追いの湯と記載されている。また、寺村重久家の項目には、先祖、寺村相模守の箇所に、全名字、日野と書かれている。寺村相模守の子、寺村陣江門益吉は、 橋場秀吉に仕えた。また寺村相模神の弟、寺村左近の長男、寺村奇才の女子家康も、橋場秀吉に仕え、仏功数度の巧妙に言い,い、樹秀吉子勘定数通常代とあり、秀吉子を、はしば前森行五次より、摂津国下の城にて、治行五百国非加工ご飯持少量七人のうち、お旗頭、木幌役へ冷やをぶつけ、 日の丸の御門日元とある。その後、たびたび中節に励んだが、工事元年、備前陳太郎合戦の時、毛利勢に対し抜け、かけして合戦し打ち死にしたため、後式を仰せつけられず断絶した。重康の弟、寺村重友は、この陳太郎合戦の時が初陣であったが、兄の軍令違反のため、秀吉よりお預けの形で、山内和豊に仕え、天正年間に、 大江長浜城主となった山内和豊に召し抱えられて、直進となった。寺村重友は山内和豊の東と海国掛川入法寺は中老職400国、土佐国入法寺は過老格4400国を救され、土佐寺村氏の初代となった。二代目の寺村淡路茂次は3200国、三代目の寺村修善重政は山内家氏の女を妻に迎えた。 さらに四代目の寺村、淡路重信は、山内家子の子である、山内忠氏の長女を妻に迎えた。幕末には、寺村なるみの三男、寺村道成は、三成として、反省の中枢にあった。薩長に近づきたい、土佐藩は、ついに1867年の6月に、京都の三本木の両邸吉田屋において、土佐藩と薩摩藩の首脳会談を持った。土佐からは、 後藤章二郎、寺村道成、薩摩からは、小松清連、西郷吉之助、大久保敏道、仲介人として、坂本龍馬、中岡慎太郎が参加し、殺度名約を締結した。名約破綻後も、大政奉還路線を進め、四君、山内陽道他四名の連名で、大政奉還憲白書を提出した。幕末の政治活動を記した、寺村左前主記、 寺村左前道成日記は、幕末の土佐藩の中心にいた人物の記録として、貴重な資料である。五自中先祖書経図帳の寺村重久家の項目には、先祖、寺村相模守の箇所に、善明寺、日野と書かれており、幕末の当主、寺村重久以降の人物、聖久氏、道成、聖清氏に、日野と複製した紙が貼られており、家門は、鶴、 にち場仕事しごとある。また、聖久氏しの辞典、寺村茂雄も、日の群馬と複製した紙が貼られている。古事中先祖書刑図帳によれば、彼らの複製の時期は、母親戦争以降とみられる。雄天寺にある、寺村道成の墓は、日の俊僧と刻まれ、家紋は、五段橋ごを使用している。寺村家の先祖が、大谷本願寺門関のおいであり、親鸞は、 日野夕飯の息子であった関係から、寺村家もかつては、日野生と、鶴丸の家紋を使用したようであり。維新後、土佐寺村氏のうちの庭は、日野に複製し、家紋は、鶴丸を使用した。生や家紋を元に戻した理由は不詳である。寺村道成の長男、日野生清は、道成の養父の弟、日野茂雄の長女と結婚している。日野茂雄の妻は、板垣大輔の姉。 勝子で、勝子は、日の成文や山田平左衛門の妻となった信を生んだ。ありがとうございます。